はいどうも、キスケです。今回ですね、クロノマギア、実況を始めていこうかなと思うんですけども、皆さんご存知ですかね。うん。まあカードゲームやってる方なら、まあ結構話題に上がってたゲームの一つなんですけども、あのパズル&ドラゴンズをプロデュースした山本大輔さんっていう方がですね、プロデュースしたカードゲームとなってます。はい。非常に話題になってね、まあ新時代、本格カードバトルということで、まあ、リリースされたんですけども昨日リリースされました。はい。でまあこのゲームをですね、チュートリアルと、まあ、各リーダーのストーリー、まあ、全部クリアした私からですね、まあ、ちょっと、感想をちょっと言っていけたらなと思います。まず、確信をつくものなんですけども、面白いか面白くないかですよね。うん。結構やっぱりここ、まあ一番大事なところだと思います。はい。結論から言うと、面白いです。はい。カードゲームとして非常にね、考えることが多く複雑で、完成された、まあカードゲームなのかなと思います。まあ完成されたはちょっと言い過ぎですけども、結構、うん、まあさっきも言ったけどね、考えることが多くて、非常に奥深いカードゲームになってるので、カードゲームやってる人は結構ハマる内容になってるんじゃないかなと思ってます。はい。ただやっぱりね、非常にいいカードゲームなだけに、まあ、残念な部分が非常に多くあります。はい。まず、一つ目はですね、パックが渋いパックが非常に渋いです。はい。まあ、このねクロノマギアってツイッターで売って検索してみると、まあ、たくさんのツイートが出てくると思うんですけども、パックが高すぎる。はい。1パック、まあ、約500円するんですよね、5枚入りで。これはちょっと他のカードゲームと比べると非常に高価な値段になってます。はい。しかもですよ、しかもパックの値段が高いだけではなくて、インストールしてからチュートリアルを終わらせてもらえるパックが1パックとなっております。はい。1パックなので、無課金で始めようと思ってリセマラしようと考えてる人結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい。まあ、どのゲームでもリセマラっていうのが存在していて、無課金でやろうと思ってる方は結構その辺を頑張ってね、いいカード出るまでリセットしてチュートリアル終わらしてっていうのを繰り返すと思うんですけども、このゲームチュートリアル終わらしても1パックしかもらえないので、リセマラする価値はもうほぼありませんほぼない。1パックだけのために長いチュートリアルをやる気力がある方は、まあ、向いてると思うんですけども、さすがにそこまでするものでもないです。はい。しかも、まあ、高い、こんなにパックを渋るなら結構簡単にレジェンド、まあ、一番いいレアリティのあるカードですよね、出るんじゃないかと。出ません。はい。他のカードゲームと同じ、他のガチャと同じ、ソシャゲのガチャと同じ、渋いです。渋い、確率も結構渋めです。はい。まあ、それを踏まえた上でですね、まあ、今回ちょっとクロノマギア、まあ、実況していこうかなと思います。まずやっぱりいいところはですね、戦略性の幅が非常に広いというところでしょうか。はい。まあ、このリーダーがですね、まずたくさんいるんですよね。1,2,3,4,5,6、 まず6人いて、解禁するまでに、4人います。つまり、まあ、合計10人のリーダーで戦っていくわけですよね。はい。で、各リーダーにスキルがついてます。つまり、非常に個性の強い、デッキを作ることも可能なんですよね。はい。そして、まあ、カードのデッキ枚数が20枚ですよね。うん、20枚。ちょっとカードゲーム経験してる人からすると少ないんじゃないかなと思われるんですけども、やっぱりその、幅広いスキル、
能力とかで、非常に奥深いものとなってます。はい、20枚でもまあ十分戦っていけるぐらい面白いゲームになってるんじゃないかなと思いますね。はい、そしてですねイラストですね、イラスト、はい、カードのイラストはどないなのやと、まあ、僕は結構、好きです。はい、好き。ただ、まあ、背景が欲しいっていう人がね結構いらっしゃるんですよね。背景が欲しい、うん、まあ、それはわかりますね。まあ、ただ黒い背景にポツンと、まあ、モンスターがいるっていうのだとちょっと寂しいなって思う方もまあいらっしゃるのは、まあ、納得なのかなと思ってます。はい、でまあこのリーダーのね、イラスト非常にいいですよね。非常にいい、まあ、パズル&ドラゴンとよく似たような、まあ、絵のタッチというか、はい、非常に可愛らしいイラストをしてます。この、まあ、僕の話を聞いてくれてるこのお兄さん、非常に男前ですよね。男前、イラストも非常にいい、個性も強い。はい、まあ、そんなもんですかね。とりあえずいいところは、やっぱり悪いところ、まあ、とりあえずパックが高いっていうのが一番ですよね。うん、悪いところがね、パックが高い、全然パックが向けないっていうところぐらいなんですよね、正直。ただそれによって本当にねユーザーをもういきなり減らしてる。もうダダ滑り新喜劇のように突っこけてますこれ。はい、もうやっぱりねリリース当初っていうかリリースしたてのゲームは、まあ、カードパック結構ばらまいて、まあ、ユーザーを多く取り込んでやっぱりいろんなデッキを使わして、まあ、バトルランクマッチであったりフリーマッチを活性化させた方が、まあ、いいと思うんですけど、結構渋いっすね。結構渋い、しょっぱい、めちゃめちゃしょっぱいです。はい、そしてですね、このね能力者配布、解放っていう欄がありますよね。うん、つまり解禁されてない能力者を使おうとなると、まあ、ほぼ課金しないとこのリーダーが解禁できない。パックをいっぱい引いて余分なカードを分解して、このねスペード、ハート、ダイヤ、クローバーってあるでしょう。この各リーダーにマークがついてるんですよね。そのマークのポイントを集めないといけないので、これまた非常にややこしい話になってきますよ。はい、しかも、カードの、シングルカード解禁っていう枠があるんですけども、他のカードゲームと同じように、まあ、錬金できます。持ってないカードは他のカードを砕いてこのカードが欲しいから錬金するっていうことができるんですけども、そのカード錬金にも、マークがついてます。はい、まあ、これはどういうことかなのかというと、このねクローバー軸のデッキを組みたいってなると、クローバーのカードを砕いてクローバーのカードを作らないといけないっていうことなんですよね。本末転倒じゃねっていう話じゃないですかちょっとこれはどうなのかなって思うんですよ。うん、せっかく、まあ、無課金でやりたいから、まあ、課金しても少ない額でやりたいからっていう人はですね、まあ、1つのデッキもしくは2つのデッキで、まあ、絞ってしっかりと強いデッキを組みたいっていう方がほとんどだと思うんですけども、それが非常に難しくなってます。非常に難しい。だからそういうことなんですよ。クローバーのデッキ作りたいけど、まあ、例えばねこのクシフォスがいないと。はい、これレジェンドカードなんですけども、クローバーのクシフォスがいないけど、クローバーの、まあ、メダルが足らないと、クローバーポイントが足らない。じゃあクローバーポイントをどうやって増やすのかって言ったら、クローバーデッキに必要になってくるクローバーのカードを分解しないとこいつは作れないんですよ。ってなるよねさすがにまあこのシステムはね正直ゴミですね。ゴミ、うん、はっきり言うけどゴミすぎる。さすがに意味がわからない理解ができないですね。はい、
で、まあ、このシングルカード解禁で、錬金できるカードがコモンより上のレベルになってくるので、コモンカードは錬金できません。なのでコモンカードは絶対にパックで引かないと手に入らないというわけです。はい、そこもなかなかのゴミ設定になってます。はい。あと気になるのはですね、あれですね、カード1枚分解したらいくつポイントもらえるんやと。うん、そんなに高いカードを作るためなら分解したらそれなりのポイントがもらえるんじゃないかって思いの皆さんはですね、残念でした。例えばこのコモンカード1枚分解すると、はい、どうぞ。まあ、右上にチラチラと光ってるの見えるんですけども、スペードのカードを、分解するとスペード5ポイントで残り1ポイントっていう感じですね。しょっぱすぎないか。でレアがこれ、30ポイント。はい、スーパーレア、スーパーレアがですね、あれ、スーパーレアが150ポイント。うん、これもしょっぱい。でレジェンドあるかな、レジェンドがこれ、はい、500ポイント。しょっぱいっすね。はい、まあ、先ほどレジェンドのカードを見ていただいたら分かる通り2500ポイントかかるので、まあ、レジェンドカードを、5枚分解しないと目当てのレジェンドはもらえません。はい、しかもこれね、スペードのカード分解してて、スペードのカードが欲しいってなるとスペードのカードを分解しないといけない。はい、まあここまで説明していただいたら分かる通り結構その辺がゴミです。めちゃめちゃゴミ、もう課金前提のゲームみたいになっちゃってますね、これは。はい、その辺がちょっと非常に残念だなと思った点でしょうかね。はい、まあ以上がですね、こちらのゲームの、まあ、評価というか個人的な意見になるんですけども、まあ皆さんどう思いでしょうかね。結構辛口になったのかな。まあこれは事実ですよね。はい、事実、まあ、これは仕方ないのかなと。まあ数多くのユーザーがですね、まあ、そう言ってるんですから、まあこれはね、なんとか、改善しないと、もう早急に、まあ、終わっちゃうのかなっていうレベルの、まあ、アプリですね。はい、ゲーム性がいいだけにその辺がちょっとゴミな分、非常にもったいないゲームになっちゃったのかなと思いました。はい、まあ以上で、感想を終えたんですけども、皆さんどう思いでしょうかね。はい、よろしければ、コメント欄で感想の方お聞かせください。それではよろしければね、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは良きカードゲームライフを。バイバイ。